いや、僕に言われてあ、らしいんですよね。はい、ええー。だからちょっと、DVD 買うしかないのかなと、今、考え込んでて。うん、結局、イハザン見に行ったんですか？あ、僕見に行ったような気がする。ああ。僕は結局、ね、子供がいるから行けなくて。うん、はい、はい。うん。で、レンタルビデオすごい楽しみにしてたんですよ。うん、で、確か、あの、DVD の販売が4月末とかいうのを見て、もうゴールデンウィークの頃かな。本当に、もう毎日 DVD 屋通って、新着のとこチェックしてたんですよ。なかなか、なぜか入ってなくて。うん。うん。で、調べたらどうやらレンタルにはならない。うん。そういう路線になっちゃったみたいで。で今日ちょうどツイッター上でスターウォーズの話をしてたんで、うん、なんかエピソード9自分だけ見てないような気がしてきて、もうちょっとアマゾンで注文しちゃうか、それともあのネットのね、うん、もうビデオ見れるやつ、はい、そこでレンタルして見ちゃおうかとか悩んでるんですよ、はい、うん、でそういうネットのね、レンタルのやつ、レンタルそれで見ると、うん、ついつい寝ちゃって途中までしか見れないんですよ。はいはい。うん。うん、これ困ってます。うん。なんかね、今どちらかというと、例えば映画館行ってないな、私みたいなイメージなんで。まあ、まだちょっと、ね、まだちょっと行けない。1月行ったかなって考えてる感じなんだけど、うん、そうね、まだ。まだいけないよね。あ、けどね、土曜日、うん、なんかあったんですかね、うん、なんか、はい、そう、ライカム行ったら、ライカムの映画館のところ、うん、すごい人がいっぱいいて、うん、なんか新作でも始まったのかな。あ、そうね、どうぞ宣伝も、はい、宣伝っていうか、新しい映画のものが入ってるしね、なんか、何が始まってるんだろうな。何が始まってる、ちょっと興味あった、うん、うん、けどチェックしなかったけどって。ただやっぱり去年ぐらいからずっと映画館行ってないんで、うん、行きたくてたまらないんですけどね、うん、とにかくスターウォーズはあのね、うん、パルコシティの映画館で見たいって言ってずっと言ってたじゃないですか、はいはい、あそこの映画館なんか音が良さそうだから、うん、スターウォーズエピソード9はあそこで見るよ、結局行けてなかったんで、もう非常に悔しいものがあって、うん、早く見たい。早く。いや、もう一回、あの、延長でやってくんないかな、映画館で。どうもなんか家で、スマホで見る気が起きなくて。そうね。確かに。うん、僕は、あの、映画見るときに、結構、あの、やっぱ音が違うから、はい、字幕を見に行くわけさ。はい。で、字幕見るときに、あんまり画面に近いと、まあ、字幕しか見えないじゃないですか、はい、でちょっと高いとこ行くじゃないですか、はい、あの値段が高いじゃなくて座席が高い遠いとこ、はい、そうすると字が見えなくなったりするじゃないですか、はい、潰れて、だから予告編じゃないけど、ちゃんと字幕の大きさが見える予告編が見たいわけ、分かる、はい、そしたら、大体どの辺の席に座ればちょうどいいよねってのがあるんで、はい、しかも僕はあのどちらかというと、毎回左側の席に座るので、通路が。あ、そうなんですか。うん。あの、真ん中に座らないので、はい、音的には真ん中が一番いいのは分かるんだけど、うん、途中でトイレ行きたくなったら、迷惑かけちゃうしなとか、あ、まあ、確かに通路側がいいなとかいうのもあるのと、うん、僕、左目がほとんど見えないから、右目だけで見ると、角度的に左側に寄ってた方が楽なんで、うん、いいかな。僕は大体いつも真ん中の、ブロックの、うん、端の方で。で、真ん中のブロックの通路から2番目、3番目あたりですね。うん。うん、結構あの、みんな座るとこ決まってるよね。はい。あそこ俺いつも座ってるとこなのにって、行ってる顔が見えるような気がする時あるし、うん、あの、前までは結構ね、あの、あそこに座ってたんですよ。通路があるところの、すぐ、はい。うん。だから足元が一番広いところ。はい。に座っていることが一番多かったんですけど、角度的にもうだん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 ね、きつくなってきたんで、うん、ちょっと上の方から。なるほどね。ああ、本当に行きたくて。やばいやばい。うん、やばいよね、映画館は、ね。映画館は、うん。だから、もうドライビングシアター復活させよう。
あ、そういえば、なんかどっかでやったらしいですけど。沖縄はい。前から言ってるけど、ラジオってどうせもともと無観客ラジオじゃないですか。うん、はい。リスナーさんはいるけど、観客はいないので、うん、ラジオから、流しといて、ライブとか。はい。で、動画だけ YouTube とかなんかから見て、で、なかった現場の、うん、駐車場の中に車止めて、速攻で見る。そうそうそう。で、ラジオ聞きながら、画面だけ大きなスクリーン出して、そこで見るだろうか。なんかね、沖縄のどこだかでやったらしいんですよ、最近。うん。ニュースは見た。だから、例えば前の吉本の映画会とかだと、大きなスクリーンでやったり、ね、車のスクリーンでやったりするじゃないですか。はい。あれ、ちょっと、コミュニティラジオかましてくれ、うん、って感じなんですけどね。ただ、あの、車のね、ラジオから、はい、音声は聞きながら、うん、画面は見て、みんな、うん。あるといいなと思うんですけどね。やってほしいですね。無観客ラジオ。いいな。というわけで、本当にちょっと変なこといっぱい考えてて、今回祭りがね、ほとんど中止になっていくじゃないですか。はい、で、祭りは中止になってるけど、ミスとかその辺もやるじゃないですか。去年までうるま市もうるま祭りの中で、ミスうるまを作る、決めてたり、公開だったんですよ。はい、どうせならもう、無観客ラジオにしちゃって、はい、公開しないで、ミスうるまを先行して、どっちみちミスうるまはね、決めておかないといけないと思うので、はい、やっていってもいいかな、うん、祭りとはもう別に。そっか。じゃあ、ミスの人たちも、うん、そのね、地域の PR として YouTube 使う。もうミスの人たちが YouTuber になる。そうそう。YouTuber までは行かなくても、喋って踊れてね、動画を撮れる発信力のあるミス。はい。みたいな形になっていくのが一番かなと思っているんですけどね。うん、だって僕の構想の中では、うち観光物産協会あるので、うるま市の。はい。で、そこで物産。うん。物産っていうのは観光客とか、他県の人に買ってもらう商品なので、うん、これをアピールしていくときに、まあ、ミスうるまの力を借りてやっていきたいなと。はい。そしたら、このミスうるまが紹介してるのは何年度だよねって分かるぐらいの数が、うん、見えるといいよね。そうね。うん。